ーい。どうぞ。はい、失礼します。あ、どうもこんにちは、朝倉です。ようござりした。どうも。さあ、どうぞ。はい、時間大丈夫でした？ああ、大丈夫大丈夫。今ね、ちょうど仕上げしたとこだから。ああ、そうですか。今しばらく待っててね。はい、ありがとうございます。すいませんでした、僕いろいろ塗り入ってしまって。檀家でもないのに。いや、関係ねえから、檀家なのなんだのって。それにね、はい、お釈迦様には檀家なんてもんはなかったからね。あ、そうなんですか。うん、立派なお寺もなくてね、はい、お墓がないところもあったんだよ。あら、じゃあ亡くなった方なんかは？川に流すんだね。川に？聖なる川、ガンジス川ね、うん、流れ流れで極楽浄土に向かうのさ。全国回っていろいろ見ましたね。全国、うん、震災からしばらくしてここさ片付けに来た時ね、ええ、津波で傾いて泥だらけになって魚の網だのブイだの絡まったあの桜が一本だけ、たった一本だけ花咲かせててね。一本だけ。他の桜は津波で倒さってただ瓦礫になっていくのが哀れでさ、なんとかできねえかと思ってね。ああ、それで作り始めるようになったんですか。うん、最初は見よう見まねでしたね。へなちょこなのばっかしっぺてきてさ。あ、そうですか。そんでもな、あの時は何かに夢中になってねえとやりきれなかったからね。ですね。ただただ夢中で掘り続けたら、うん、譲ってくださいって人いてね。あ、はい、家族なくされて、うちも流さってお墓も何にもなくなったから、この仏さんをね、いなくなった家族だと思って供養してやりてんだと。やっぱりね、なんかよりしろっていうんですかね、うん、まあこんなんでもな、供養になればなと思ってお経を読みながら掘り始めるんですよ。でもね、はい、最後ぐらいはね、お話を伺いながら仕上げてと思ってさ。ありがとうございます。不思議なもんでね、はい、お地蔵さんほっと孫に観音さんだと娘に似てくんだな。うーん、何体ぐらい作られたんですか、これまで。うん、ちょうどね、この間1000体目になりましたね。全体？まだまだ。円空さんはね、あ、知ってるっすか、円空さん。ああ、あの名前ぐらいですけど。はい、十二万体の仏さんも立つからね。十二万体。いや、私もね、あの日いなくなった人たちの数までは掘ってきてんだよな。こりゃ長生きしねえとな。そうですね。桜？はい、あの桜も長生きするって言いますよね。あやがりでもんだな。どれぐらいなんですかね、樹齢っていうのは。200年ぐらいって言われてっけども、あ、でもな、千年に一度の大津波だからさ、初めての経験だったんだべな、彼女も。彼女？あ、いや、桜がね、はい、なんとなく女の人のような気してさ。おかしいっすか。いや、でも女の人なんでないですか。だってほら、あの
桜っていう漢字の中に女って入ってますからね。ああ、だが、はい、木の下に女が一人、うん、で、頭の上に角三本。角？はい、私も角あるんですよね。あの、名前です、私の。名前ですよ。あの、悦子って言うんですけど、立身弁に兄に角二つって書くんですよ。うんはい、だからあんたは気が強いんだって随分ね、言われたもんです、母親に。その名前つけたのお母さんでしょって言い返しましたけどね。いやいや、女はもともと強いからな。小声でもね、これ、はい、船流さって落ち込んでる男たちを尻目にさ、はい、なんかあの魚の網でミサンガっつんですか、 あれ作って売り出したのも浜のお母さんたちだからね。じゃあ彼女も角生やして必死に生きてるんですかね。こうやって桜の季節になると毎年、ああ今年は小学校に入学だなとか、3人で手つないで桜の下歩いてたんだろうなとか考えるんですよね。でもなんかそうやって亡くなった子供の年ばっかり数えてしまうんですよ。なんだかダメですね。同じだな、うちもね、はい、一人娘と孫もいねくなってさ。お孫ですか。やっと笑い始めた頃だったんだけどもな、二人して近くの小学校に逃げたんだけどもね、はい、そこまで波来てね、何のための避難所だったんだべな。親が死に、子が死に、そして孫が死ぬ。一休さんの言葉でね、ええ、親から順番に亡くなっていくのが一番幸せだっつ。逆はダメだ、逆は。せめてね、骨の一かけらでも見つかれば辻に返してやれるんだけどなと思うんですけどね。おいくつだったのっしゃ。3ヶ月でした。でもこうなんかやっぱ普段と違うっていうことが分かるんでしょうね。抱っこして逃げてたんですけど、もうずっと泣き通しだったんですよ。で後ろからお経と追っかけてきたと思ったら飲み込まれてしまって、誰かが引き上げてくれたんですけど、その時にはもう腕の中にいなかったんですよね。あの時手離さなかったらなとか、夫なんかはもっと早く助けに行ってればなんて、なんでしょうね、お互いそうやってなかったことばっかり言って強がってるっていうか、なんかお互い角突き合わせてるようなもんなんですよね。何も素直に悲しいとか辛いとか言ったらいいのになと思うんですけど、どこにもぶつけようなくて。ぶつけりゃいいんですよ、そんなもんは。溜め込まねでね。私もね、はい、どうしてもやるせなくなった時はぶつけてんですよ。どこにですか。あの桜の向こうに海見えるでしょ。はい、昔は見えなかったんだけども、まあ、まさか海に向かって。アバヤロしかないでしょ。え、それはあの昭和の青春っていうか。だってだってその世代だもの。え、本当にやってるんですか。津波で倒された建物にね、誰かが落書きしたのよ。落書き。海のバカ野郎ってさ。ああ。頑張ろう東北だの絆なんて言葉よりよっぽどこう胸にグッときたね。でも俺あんまり大きな声では叫べねえからさ、
立場上ね。そうですよね。だから海に向かってちっちゃく叫ぶんですよ。ちっちゃくですか。海の一服するすか。はい。あ、じゃあよかったらこれご住職はお礼受け取らないとお聞きしたんですけど、でも一緒にいただくだったらいいんですよね。何ですか。あ、お饅頭です。あら、お饅頭。あら、お嫌いでしたか。いや、目がないんですけど。血糖値が。誓います。一つぐらいなら。じゃあ、お一つ。どうぞ。あ、いや、いらなく。小さいですから。あら、めんこいまんじゅうだね、これ。でも、残りは持ち帰ってくださいね。あ、はい。私も誘惑に弱い方だからした。はい、必ず。はい。とか関係あったんですかね。関係あったとして、それで私が死ぬんだったら分かるんですけど、まだ笑うこともできなかった幼い娘に罪とか罰とかあったのかなとか、いろいろ考えてしまって。キリスト教ではね、はい、まあ坊主の私が言うのもおかしいんだけども、幼くして亡くなった汚れのない魂は天に昇って天使になるんだってね。天使。いや、キリストさんもいいこと言うな。風に吹かれて飛んできたんだね。なんか白い天使の羽みたいですね。なんだかあの日から色変わったような気するんだな。花の色ですか。うん、まあ波かぶって辻の成分変わったんだか、彼女もあの日の真っ白い雪思い出してんだか。寂しいでしょうね。まあ桜寺なんて呼ばれたからね、ここは。食事はしないんですか。刺し身で増やしてんですよ。ああ、そうですか。あの桜の命をつなげてと思ってね。春になったな、こうやって
花びらになって会いに来てくれるからな。人が亡くなると風になるっていう歌ありましたよね。はい。でも風って目に見えないから、季節が巡るごとに何かを運んで、で思いを伝えてくれるのかもしれないですよね。海は桜、夏にはホタル、秋にはこの葉、冬にはひとひらの雪。まあ、青年ですね、ご住職。青年つないささか。あ、そうですか。でもやぶさかではないですね。ああ、そうですか。じゃあ、永遠の青年っていうことにしますか。ありがとうございます。花びらではどうだべ。あれさっきの角ではあんまりだからな。あの木の下にですか。木の下に女が一人、頭の上に一ひら、二ひら、三ひら。花びら見上げて何考えてるんでしょうね。一ひら眺めでは昔を思い、二ひら眺めでは今を見つめ、三ひら眺めでは明日を願う。なんであんなに綺麗なんだべな。桜の木の下には死体が埋まっているが、あの日いなくなった人たちが暗い海の底で寝く、あいな綺麗な桜の木の下に眠ってるんだったら、どんなにいいべな。仏さん、はい、お地蔵さんにしたからさ。お地蔵様、はい。もともとはね、地蔵菩薩って菩薩様なのさ。なんつったって子供の守り神だからね。
で気をつけて。はい、ありがとうございました。はい、また会いに来てもいいですか。はい、彼女に。いつでもござい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。